高橋周平、代打では対応できない。中日、高橋周平内野手が21日、名古屋球場で契約公開交渉に臨み、今期から2年契約のため、現状維持の6750万円でサインした。今期は86試合に出場し、打率2割1分5厘。プロ12年目で初めて0本塁打に終わった。思い描いていたシーズンじゃなかった。数字的にも出てないし、本当に何かしたかな?っていう1年でしたと心境をとろ。14打点で、得点圏、打率3割4分1厘だが、いつ代打で出るかわからないし、自分の打撃の状態もわからない。毎日、試合に出るってわかっていれば、これじゃダメと理解できなかったと、代打での18打席に苦しんだ。オフの自主トレは、通算2000安打を記録した大島と5年間続けてきたが、今年は大島さんとしないと明かした。高橋は、1月は野球をメインにやりたい。もっと野球の時間を作りたい。野球につながるトレーニングとか、バットを多く振るとか、1月から野球のズレをなくすようにと大島塾を卒業し、来季に備える。石川昂弥とかいう低いハードル。太田大志とかもそういうタイプやろ。スタメンだとさぞかし打ってるんやろな。代打すら後藤俊太に負けた男。序盤は超愛されてたのにな。3番サードで固定性。本人の望み通りスタメンで使って復調したとしても OPS 700が限界やろ。石川復帰するまで1ヶ月スタメンだったよね。龍の未来を体現する男。立浪ポイントを使い果たした男。ショートカリステとかするならもう周平ショートでいいんじゃね。打率2割1分5厘、0本、14打点、OPS 524思った以上にクソみたいな成績やね。三振の数だけ増えてく、周平という最高のフレーズを生んだという点では評価できる。割と真面目にそんなこと言ってる場合か。代打でもショートでも外野でも何でもやりますって言わなきゃいけない立場やろ。もう年齢的に龍の未来じゃなくて龍の末路じゃね。まるでスタメンなら打てるとでも。下手したら福永にすら抜かれそう。高校時代は村上より評価高かったのになんでこうなっちゃったんだろう。言えるのがすごいなって思ってしまう。もう名言じゃないけど、崖っぷちだとでも崖の下だぞ。捨て気味やけど今季はそこまで深刻な怪我しとらんかったやろ。なのにこの打撃成績とか悲惨やで。あーこの余ったれた感じ以下にもチュニドラの野手って感じやね。こいつが腐ったみかんなんじゃねえの龍の現在、